メゾンラフィット競馬場は、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のメゾンラフィットにあった、サラブレッド・平地競馬の競馬場。ヨーロッパ最長の直線コースを備え、直線競争も多く開催していた。1878年に、ジャック・ラフィットの遺存であった、セーヌ川沿いの92ヘクタールの土地に、ムーラン・ルージュの創設やパリ・ミュチュエル方式の発明などで知られる。 ヨゼフ・アラーが建設された競馬場である。同地は18世紀末には草競馬が行われていた土地でもあった。あとの1897年にスポーツ奨励協会が借り受けて競馬を開催1995年に同協会がフランスギャロに統合され、以後は同組織の下で運営されている。競馬場のすぐ近くにはトレーニングセンターが併設されており、 競馬場よりも大きな区画内に621馬房を構えている。1994年まではクロスカントリー競争も行われていた。2018年11月28日、フランスギャロは2019年をもって競馬開催を終了し、調教施設としてリニューアルすると発表した。コースはシュワパバのみで一般的な楕円形のトラックコースを中心に、 スタンドから見てやや右手にタスキコースがつき、さらに正面、向こう正面の両端が左右に長く伸びた構造をしている。向こう正面はセーヌ側に面しており、そのため川の湾曲に従って内側に曲がっており、それぞれの両端で正面の直線と接合している。右回り左回りの両方で競馬を行える構造になっており、 また試行可能な距離も800メートルから3200メートルまでと非常に幅広い。特に正面の直線は幅45メートル、長さ2300メートルとヨーロッパ随一の長さを誇り直線2000メートルの競争も開催されていた。メゾンラフィットでの競馬開催は主に3月から11月までに行われていた。以下はメゾンラフィット競馬場で開催されていた。 主な重症競争。ABCD メゾンラフィット競馬場。アーカイブド2009年2月17日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。競馬国際交流協会。世界の競馬場。ありがとうございます。